自由契約とは、日本プロ野球、メジャーリーグベースボール、ナショナルバスケットボールリーグで、選手が特定チームの支配下に置かれておらずどの、チームとも選手契約を結べる状態を指す。自由契約の状態では、選手は、国内外や、プロアマを問わずあらゆる球団と契約交渉できる。自由契約と、対置されるのが、任員退であり、任員退の場合、 直前に所属していた球団が保有権を有するため、球団が交渉を許可するか、保有権を放棄しない限り、他球団との契約交渉ができない。自由契約は、もともとフリーエージェントの訳語であるため、北米四大プロスポーツリーグのフリーエージェントは、日本で自由契約と訳される場合もある。しかし、日本のプロ野球では、 フリーエージェントはもっぱら選手が宣言した状態を指し、自由契約とは区別されている場合がほとんどである。自由契約中は、どこのチームにも所属していないため、戦力外状態の選手に対して用いられることもある。しかし、戦力外通告があっても、翌年にチームスタッフとして契約することが決まっている場合など、他球団と契約しないように引退選手公示する。 場合があったり、自ら対談を申し出る場合でも自由、契約工事される場合があるので、首イコール自由契約、自らの意思イコール任引退というわけではない。シーズン中の場合、選手を自由契約にするには、直前に、ウェーバー工事の手続きが行われなければならず、その際は、階級団から順に契約上渡を引き受ける権利が、発生する。 選手から契約の解除を申し出た場合は、他球団との交渉を避けるため、任意引退工事がなされることがほとんどであるが、井口忠人や大家智和のように、メジャーリーグ挑戦を球団が認める形で、自由契約になる場合もある。アマチュア野球を統括する日本野球連盟は、プロ野球選手の経験者が、日本野球連盟に登録されるためには、 最終所属球団より自由契約証明書の交付を受けている必要があるとしている。そのため、すでに任意引退していても、アマチュア野球の選手や指導者になる際に自由契約工事される。著名なプロ野球選手経験者が任意引退工事後、アマチュア指導者への転身によって、改めて自由契約工事されたケースとしては、外、木場吉郎コーチ就任。 佐田岡カ・シ初芝・清コーチ就任などの例がある。また、トヨタ野球部の的場・カ一らのように選手として登録する者もいる。なお、現行の制度は1999年に制度化されている。それ以前も選手としてアマチュアに復帰するのであれば1チーム、年3人までとされていたが、柳川事件の影響により、プロ選手の選手、 コーチの復帰が厳禁された。現在は2年以上社会人野球選手として、活動した後、プロ選手として復帰することも認められている。ナショナルバスケットボールリーグ及び、ナショナルバスケットボールデベロップメントリーグでは、いずれのチームの契約下にない選手を自由、契約選手と表現する。全所属チームは契約満了や引退に至った。 選手を申請しなければならず、それらの選手は自由契約選手リストに登録される。前身である日本バスケットボールリーグでは遺跡選手リストと呼ばれていたものである。NBL ・ NBDL の後ろを見たる B リーグ B3 リーグでは名称が自由交渉選手リストに変更された。ありがとうございます。